こんにちは三兄弟二郎です、えー、このピンク色のミライース、嫁さんの車です。えー、このミライースの、まあ、登録日はあの、えー、平成24年11月、えー、2012年ということになります。まあ、今2024年なので12年 買った車です、えー。まあこんな中古車を買ったのがええ二千十三年五月なので、えー、まあね一年ぐらい経って、えー、中古で購入したと。えー、まあ走行距離は五千キロぐらいだったんですけども、今現在六万五千キロでええ十一年で六万キロ走ってます。えー、まあまりあの走ってない方ですけども、えーね そして、まあ、この画像で見た感じ非常に綺麗な状態です。えー、実はあのこれ撮影する前にワックスかけて綺、ね、麗にしたんですけども、えーまあ、買い取りのところに持ってった時は、えーえー、ワックスをかける、まあ、洗車する前の状態だったんですけども、まあ、洗車してもしなくても、まあ、買い取り価格には、えー、あまり関係ないらしいので。えー 一応言っておきますけど、えー、この間あのね下取りに出そうと思って、ね、新しく車を買い替えようと思ったんですけどもその時の金額は6万円でした、えー、そしてあの今の世の中の中古車が結構高く売れるそういった世の中になってますので少し期待をしてねもう買い取りもう値段が良かったらそのまま置いていこうかなというそういう気持ちで ね買取専門店の方に行ったんですけども、えー、まああのまあどこの買取専門のところに行ったかっていうのはちょっと、えー、言わないでおくんですけどもええー、ねはいそのあまあこれグレードはあの X グレードって言ってたからこれねまあそのあまりいいグレードではないんですけどもねええー、その まあ、とりあえず発表します。驚きの下取り金額あちゃあは買取金額は？2万円です。はい、2万円でした。えー、まあ、下取りが6万円でまあ、多分買取は10万ぐらい,いくかなと思ったんですけどもね。この世の中の結構軽自動車もね。 高い値段で売ってたり、まあ、買い取り価格が結構高かったっていうことを聞いてたのでね、ね、うちの車はこんなにね、ピカピカ光って、走行距離も6万5千キロだったんですけども、2万円でした。まあ、そんな2万円のね、その内容っていうのはちょっと聞いたんですけども、まあ、納得ができるような説明を受けたので、まあ、 まあそのね、えー、なぜ2万円かというのはまたあの皆さんもあの買い取り専門店のところに行ったらあのね、まあ、多分同じような、えー、算出の仕方をするそうなので一度あの、えーね、聞いてみてはどうかなと思います。はいあそういう具合にやってるんだっていうそんな感じだったので。はい、ということで。 嫁さんの12年前の未来椅子、走行距離6万5000キロの買い取り価格は2万円でした。残念です。では、また